マリエレネタイアックは1996年にスタートしたブランドなんですけれども、最初にマリエレネが始めたきっかけっていうのが、インドを旅行した時に石の魅力に、出会い、その魅力に取りつかれ、そこからコレクションを作ろうと決心して、1996年に初めてコレクションを発表いたしました。で、基本的にはインドのジャイプールにアトリエを持っていまして、そこで全てのピースを作っているんですけれども、マリエレンヌが全て一つ一つ全ての石を選び、そこからカッティングを決めて、その後にどのようなジュエリーにしていくかということを、その石を生かすことを最大限に考えながら、どういうジュエリーを作っていくかというのを決めています。ですので、全てのジュエリーが全て一点物であり、世界に一つしかない貴重なものであると言えます。